ズバリ成長ドッグを始めますってことでお話しさせてください。医師学科生整形外科専門医身長鈴子となべです。今日もその全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけども、成長ドッグについてお話しさせてください。私のクリニックもね、これで開院して、だいぶ経ちましたってところで、本当おかげさまで、多くの方いらっしゃ来ていただいてて感謝しております。その中で、新しいサービスとして成長ドッグっていうのを2020年7月の1日から開始する予定としております。完全確定ではまだないですけど、おそらく準備間に合うかなと思いますので、一応7月の1日から成長ドッグという制度を始めます。これどういう制度かというと、今まで診察来ていただくと、最初に最終診断を予測して、どんな治療ができてどんな生活習慣がしなくちゃいけないかと、これ全部フルで説明してたんですね。大体なんですけど、最低も60分ぐらい、もう長い人だと90分、場合によってもう2時間ぐらいお話しさせていただくってところで、我々としてもかなりカウンセリングにですね、エネルギーを使うというかさ、時間もかなり使うってところで、それに対して治療が始まっていただければいいんですけども、治療が始まらないケースだと本当にもうすごく運営が苦しいというのが、続いているっていうところがありました。ただ説明しなくちゃいけないのは説明しなくちゃいけないですし、患者さんとしても当然でもその内容を知りたいっていうところでやらざるを得ないってところでやってたんですけども、そこなかなか、患者さんの数が増えていく一方で、治療はですね、比較的しないというかですね、話を聞くという方も増えている中で、興味あるんだけど、ちょっとしか興味ないとか、なんていうか、とりあえず最終的に何センチになるのかとか、ざっくりとなんだけど治療やったらどれくらい伸びるのかなとか、そういったのだけちょっと軽く知りたいって人はかなり多いっていうのが現状ニーズになってきてますので、そこを合致させるために成長ドッグっていうのを開始しようというふうに考えています。で、成長ドッグに関して言うと、受けていただいた時に、まず初診の時にですね、私が通常やっぱりこう今は30分とか1時間とか話してるところを、私の問診も本当にもう3分とか5分とかで、あとコンサルタントの方が3分とか5分とか、トータルでお話す時間もせいぜい5分とか、トータルでも10分以内っていうところで、あと採血とかレントゲンだけ取らせていただいて、でも情報だけバーッと収集しちゃったものを、大体2週間かけてご自宅に郵送で結果説明を送るとか、そんなような説明のやり方にしようかなというふうに考えてます。本当にいわゆる健康診断と一緒ですよね。健康診断を受けて胃カメラと、なんかレントゲンといっぱい取って採血取って、なんか2、3週間後に配られてくるじゃないですかね。そういったのをイメージしていただくといいかなというふうに思います。それを通すと、最終的に何センチになるのかとか、治療をやった場合に、どんなことが、期待できるのかとか、そういったところを、お示しして、そこからさらに、本当に治療について検討している方に関しては受診してくださいねというような形で、その我々の方ワンクッションを置かせていただくというか、そういったようなシステムにしていこうというふうに考えてますので、その、システムになりますと、今までちょっとその治療までは検討してないんだけど、漠然と最終的に何センチになるのかとか現状把握したよって人に関してもその成長ドッグだけ受ければいいというような形になりますので、そういったような、システムに変えていこうかなというふうに思ってます。成長ドッグの報告書は、これが、今のところざっくりと、ベース の案だけ作ってるんですけど、やっぱまずは最終的に何センチになるのかなとか、あとはその、目標身長ですね、そういったのも設定していただきますので、目標身長と、現在の最終予測の差がどれぐらいあるのかとか、あとは、どのように最終予測したかっていうの、これは今までも、受診していただいて口頭で全部説明してるんですけども、そこに関して言うと紙を使ってというかシートを使って、説明していったりだとか、あとは骨年齢の測定とか、それも骨年齢の測定も私の目視と、あとキャスマスっていうパソコンの方ですね、その評価と両方行ったりとか、あと新規の早熟盤熟判定とか、そういったのもしっかり行っていったりだとか、採血のレポートもですね、書いていったりだとかということで、ざっくりベースで作ってみたんですよ。二十何ページっていうところで、これだけも結構ボリューミーがあるんですけども、こういったところ、あとはその治療を行った場合にどんなことが期待できるのか、それぞれ一応、各個人個人の、お見積もりだったりだとか、そういったのもお出しさせていただいて、とりあえずこれ受ければ、とりあえず分かるよっていうのが説明になってくると思います。こういったのね、成長ドッグの方でやっていきたいかなというふうに思ってますので、今後ですね、より気軽にね、受診していただけるようになると思います。しばしお待ちいただければと思います。特に現状としてはその、サプリメントだけご希望の方はちょっと受診控えてくださいということで、今のところ成長ホルモン、希望患者さんのみ診察とさせていただいてるんですけど、その成長ドッグさえ始まれば、変な意味、治療も検討してない人とか、それこそサプリメント検討している人もまた受け付けることが再開できると思いますので、そういった意味だったり、サプリメントとかそういったのを検討されている方も、ぜひそれまでちょっとお待ちいただけると思いますので、しばしご辛抱ということで、成長ドッグね、楽しみにしててください。それではまた。